ました。入ったそうじゃない？これですね。なるほど。今日はいい、今日はいい、今日はいいはず。でも体調崩してるからちょうどいいかも。体調崩してる？そうなの？そうそう。え？ちょうどいいかも。ちょうどいいぐらいのテンションになってるかも。本人がってことですか？そう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 。ちょうどいいかも。お大事にしてそれは。あやめちゃん。そっか、2期生とかだとね、知ってますもんね。知ってるよ。一緒にね、ゲームしたりしたからね。仲良しだから打たないと思う、多分。打てる、打てる、打てる、あれ先輩いいぞ。あれ、あれ、いきなりなんか、あやめちゃんどうした？やっぱ知り合いだから張り切っちゃったっていうところ。遠慮しないでいいかなと。遠慮してよ。みこ姉さんはどうですか？怖いな。いや、あんまり、あれ、そったことないかもです。そっか。ね、でも、存じ上げてます。存じ上げてます。ノエルパイセンです。ノエルさんはね、うん、会ったことあるから、なんなら。あ、そうなんだ。そう、番組で。やっぱね、仲良しだから、ほら。やばいやばい、打ち上げちゃ、サービス打ち上げ入っちゃった。サービス、サービス精神がね、すごいからね。ノエル先輩優しいからな。優しいからね。一回会っただけで優しいの伝わりますよね、ノエルさん。いや、めっちゃ伝わる。その点、ニュージーさんで優しいやついないからね。いやいやいや、そんなことない。いやいや、ゼロゼロゼロ。どうですか、大先輩の。いや、ミコちゃんはでもちょっと優しいからな。優しそうだよな。いや、でも遠慮はしないはずだ。あー、確かに。うん。ミコちゃん、うまいな、打つの。あー、ミコちゃん、やっぱ優しさかな。本当にかなかなは優しくないからね。そうなんだ。ちょっとイメージがついちゃう。全然女殴りそうな感じあるから。威圧感まで出してる。うん、そうそうそう。もう威圧すごい、威圧すごい。うちの前に先輩、やっちゃうんで。やめてもらって。威圧だからね、全然いけるよ。バネちゃん優しいんだよな。そうなんだ。そう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 。姉さんみたいな。お話ししてみたいな。あ、いいですよ。優しい人と話したいみたいな。あれですよね、ノエルさん変態みたいなことなんか、おかゆから。それ、おかゆ先輩が、ピンクだっていうことを吹き込んだ上にハードルまで上げたっていう。頭がピンク。なんか、髪の毛がピンクなだけなんですよ。あ、そういうこと？冗談。そうです、そうです。そんな、ノエルはもう、同期5人の中でも清楚担当でやらせていただいてるんで。あ、そういう人大体ちょっと頭おかしいかも。それ、まつり先輩のせいかな。まつりちゃんがね、ちょっとね。お、いいと、これは、いっ、なー！ハイライトリリバー！足早いなー！ダイヤうまいなー！リリブがねー。投げました。ストレートは外れた。結構でもネタにされてる感を切り抜きとかでちょっと見てました。リリムさん、リリムはねポロって落とすからね、ちょっと落とすことリリムったっていう文章になってますよね。かわいそうすぎる。リリムって。あー、リリム。なるほどね。あー、見ないでしょ。いやいや、クグハはそんなだから。そんなだから。そんなそんな